ダメよ、刹那。やれやれ、愛されすぎるってのも考えものね。悪いんだけど、死になさい、天道刹那。天国か地獄があればいつか再会できるでしょうけれど、ここでお別れよ、永遠のね。さよなら、刹那。さよなら。そうか。死ぬ瞬間くらい恐怖に怯えたかったが、死んでる？ケルベロス！おう、友よ、刹那から離れろ、ギリス！あらまあ、お兄さん、助けに来たの？だとしたら少し遅かったわね。ケルベロス、お兄さんを飲み込んで、早く！わかった。すまん、刹那。少しじっとしていろ。ちょっとちょっと！食べてどうするのよ、食べて！救出に来たんでしょうに。救出に来たのよ。ん？ああ、そういうこと。ケルベロスが時間停止の道具でも飲み込んだのね。その通り。まあ、それなら死んでない限りは死なないか。死んでない限りはね。参ったわね、見逃すのは。どうにも我慢ならないわ。刹那以外の全存在は特にね。リリス、一体何があったの？私は私でも、まあ、リリスとは
微妙に異なる存在になったというのも間違いじゃないわ。ふん、強大な力を手に入れていい気になってる的な？そうそう、いい気になってる的なやつよ。そして悲しいことに、今の私はあなたたち全員と敵対する腹積もりよ。何よそれ、世界でも滅ぼすつもり？その通り、滅ぼすわ、とことんまでね。というわけでサマエル、ケルベロス、死になさい。なめるな、幻影風情が！パン！逃がさないわよ、サマエル。さ、いつもみたいに走り回って逃げなさいな。もしくは命乞いでもする？ケルベロス、刹那を連れて行って。私たちじゃ絶対に勝てない。サマエル、それではお主が。行け！早く！早く行っちまえ！行っちゃったわね。残されたのはあなただけか。まあ追いつこうと思えば追いつけるけれど、ここは一つあなたの心意気を汲んであげましょう。あなたを倒してケルベロスを仕留めるわ。倒せたらね。あら、まさか倒せないとでも思ってるの？死ぬのが怖いって顔をしてるわね。どうせ復活するのでしょ？そうよ。復活できないのかしら。あるいは次に蘇った時は大事なものを失ってしまうとか。そんなに怖いなら一瞬で終わらせてあげましょうか。一矢報いるなんて夢物語よ。少なくとも今のあなたでは。黙れ！せめて本来のサマエルであれば少しは歯応えがあるでしょうに。コピーは悲しいわね。まあお互い様でしょうけど。違うよ、リリス。それは違う。あら、どうして？確かに
本来のサマエルであれば今のリリスにでも歯向かえるだろうね。でも本来のサマエルであればそもそもここにいない。そうだって、お兄さんのそばにいようと決めたのは他でもない私なんだ。それだけは他の誰にも譲れない、譲れないんだから。いたぶるのが目的なら好きにしてよ。それで一分一秒でも稼げるならそれでいい。せつなっては、愛されてるのね。なんだか焼けるわ。本当に焼ける。みっともないことに今の私は侮蔑ではなく嫉妬でもってあなたを排除したくてたまらない。ちぎれ飛びなさい。まあ、どの道もう使えないからいいけどさ。腕が落ちたわよ。どうする？諦めるなら頭蓋を潰すわ。諦めないなら次は足。もういいでしょう。十分時間は稼いだはずよ。安らかに眠ったところで誰も責めやしないわ。行くわよ。そうだ、お兄さんに会わなきゃいけない。会って大切な話をしなきゃ。哀れなものね。お別れよ、サマエル。
まで来るなんてね。面白いわ。そして久しぶりね、伊藤懐かしき我が息子よ。そう。ああ、全く久しいな。我が母、古き神よ。リヴァイアさん。サマエル、わしが誘導してやる。行け。ありがとう。彼女はもう先がないというのに、いっそここで死なせた方が慈悲というものよ、リヴァイアさん。それはサマエル自身が決めることだ。さて、リリスだったものよ、話をしようか。互いに積もるものもあろう。ほら、私はリリスのつもりだけど。エゾンデートルが異なれば、性格や口調が変わらずとも、もはやお前は別人だろう。そうかもしれないわね。名前を変えましょうか。といっても、やはりリリスを捨てる気はないのよね。ならば、私の名と私の名を合わせましょう。我が名はティアマット・リリス。最も新しく、最も古き神と。混沌すら枯れ果てるようなこのコキュートスで、ティアマットは永遠と憎んで憎んで憎み続けた。憎むのは勝手だが、それは筋違いというものだろう。ティアマットを打ち滅ぼしたのは貴様の孫マルドックのはずではないか。そうそう、問題はそこなのよ。一般に神話というものはある程度内輪で完結しているものでしょ。私もマルドックに打ち果たされている。でも本当は違う。そもそもマルドックなんて神は存在しなかったわ。私たちはただ滅ぼされたのよ。そう、こちらの神様にね。なんと、他の神話もどうなのかしらね。案外我らが神に滅ぼされた連中が多いんじゃないかしら。道理ではあるな。だがしかし、ティアマットよ、もはや望みは叶ったも同然だろう。手を引かぬか。引かないわ。一木一草、あらゆる存在を死滅させるまでこの私は行動を止めることはない。滅ぼすか滅ぼされるか、殺すか殺されるか、その二択よ、リヴァイアさん。交渉の余地は一切ない。さ、お互い言いたいことはもうないわよね。その通りだな。ならば殺しましょう。お互いの命を削って楽しみましょう。私が世界を滅ぼしてあげる。ならば貴様の未練、
ここで断ち切ろう。わしがこの世界からお主を消し飛ばす。我が名はリヴァイアさん。現初混沌の海の覇者として君臨せし者。行くぞティアマットよ。あー楽しい楽しい。愛すべき宣戦布告受け取ったわよ。さあかかってきなさいな、ムッシュマヘよ。やあ、お兄さん大丈夫？死後の世界って言うなら、私たちはみんな死後の世界にいるんじゃないの、お兄さん。え？何？ああ、そうか。もう忘れてしまったんだね。記憶が消えたんだね。気にしないでいいよ。忘れたなら忘れたままの方がいいかもしれない。唐突な質問で困るかもしれないけどさ、お兄さんは愛する人が死んだら後を追う？愛する人が自分を殺そうとしたら殺し返す？世界を滅ぼそうとしたら始末する？大事な大事な大事な質問だよ、お兄さん。答えを教えて。それでも愛する者を救いたいと思う。世界を滅ぼそうとするなら止めてあげたい。滅ぼす理由を聞きたい。止める理由を聞かせたい。お兄さんはやっぱり殺さないんだ。ああ、どうも僕は臆病者らしい。お兄さん、お兄さんはこのままだと死んじゃうわ。それは一大事だ。うん、だからね、私をあげる。私の大切なもの全部全部お兄さんに捧げるよ。その代わりお兄さんをほんのちょっぴり私がもらう。どういうことだ？大丈夫だよお兄さん。自分を強く保って、自我を失わないで、レゾンデートルをなくさないでね。一つになろう。お兄さんは私、私はお兄さんに。そうしてお兄さんでも私でもない誰かになるの。あいつを救おう。リリスでありながらリリスで亡くなった彼女を何とかして救っちゃおうよ。それはきっとすごくスカッとする出来事だからさ。ねえ、生きてる？
お、思い出したみたいだね、お兄さん。サマエル、どうして君はここまでしてくれたんだ。僕は君に与えられるものを何も持っていないのに。悪魔なら見返りを求めるんだろうけどね、天使は見返りを求めないのさ、お兄さん。たとえ落ちたとしても私は天使だから。それにね、お兄さんと一緒にいられるだけでいいんだよ。どうしようもないガラクタになる前にお兄さんと出会えただけで、まあ見返りとしては十分じゃない。僕だって君に出会えてよかった。さあお兄さん、誰でもありながら誰でもない誰かになろう。誰かになって全てを救おうよ。救えるかな。できるできないの問題じゃないよね。じゃあこれでさよならだね、お兄さん。さよならだ、サマエル。またいつかどこかで君と会いたい。もしそういうことが可能だったとしたらね、こんな願いをしておこうかな。いつかどこかでお兄さんを本当のお兄さんと呼べるただの人間になれますように。さあ行こう、お兄さん。行っちゃおうよ。そして理不尽へ反逆しよう。ああ行こう。ケルベロス。うん。僕の過去を聞かせたっけか。戯れに聞いた程度だ。詳しいことは我も知らない。神となるべくして生まれ、神となるべくして育てられた。そしてそれを放棄して僕は逃げた。その代償に僕は戦っているのだと思っていた。だから感情を入れたくなどなかった。代償に戦い、代償に救い、代償に死ぬ、それでいいとずっとそう思っていた。今はどうなの。ああ、今は救いたいから救う。ようやくそんな当たり前の考えに至ることができた。
救いたい、リリスを救いたいと心からそう思う。憎悪を抱えた彼女の選択を僕は尊重する。それでもやっぱり惚れた女を救いたい。そうか、それは良いね。良いとも、良いな、刹那。リリスだけじゃない。東京バベルの崩壊に伴いみんなも選択を迫られるだろう。サマエルのおかげだろうか、それがなんとなくわかる。救いたいと思う、ケルベロス。僕に力を貸してくれるか。よし、いいだろう、天道刹那。お主に我が瀬名を預けよう。我はどこへでも飛び、どこへでも飛ぼう。そう、今より何時と我は主従である。我の乗り手となり手綱を握れ。我はお主と共に暁の鉄火、烈血の戦場を駆け巡ろう。行くぞ、ケルベロス。おう、友。何が起こっているんだろうな。まあ、嘆いていても仕方ない。気分転換にご飯をちょっと豪華にしてみますか。なんだろう。一体何がどうなっているのやら。クグツソラミ君。こんにちは、アスタロトさんと、ルキフムスです。あ、これはこれはご丁寧に。あの、何かありました？ああ、とても重要なことだよ。特に君と俺にとってはね。重要なことですか。何でしょうね。人に願いがあり、天使に希望があるように、悪魔である我々もまた欲望が存在する。はあ、
俺はこの東京バベルを一種の檻に仕立て上げた。檻？檻だよ。飼い主は俺、飼われる側は君たちすべて。あの、どういうことですか？わけがわからないです。ああ、俺はね、一人の天使から願いを託されたんだ。天使？純真で、純朴で、無垢で、それゆえに耐えきれずに壊れて死んだ。残酷で悲しいことだね。彼の願いは東京バベルを守ってくれだった。故に俺は東京バベルを守ってきた。それはこれから先も変わらない。そう、俺は守ってきたとも、何もかもから。支配者が決して第一階層に立ち入らぬよう気を配る。巡礼者が第七階層まで踏破しないように気を配る。あれ、待ってくれます？巡礼者が踏破しないようにって。だってそうだろ。巡礼者が踏破してしまえば東京バベルは用をなさないじゃないか。敵対者としてサマエルを配置し、巡礼者が第四階層付近で必ず破綻するように細工した。巡礼者はいつまでも第一階層から第四階層にとどまり、東京バベルは安泰だった。ずっと手のひらの上で踊らされていた？いや、俺は君たちを手のひらの上に乗せただけだ。踊るのも、踊りを止めるのも、壊れるのも、君たちが選択したことだ。あの、それで、どうしてそんな大事なことを私に？だが、この楽園も崩壊の時が訪れたらしい。アダムというコーラスをものともしない怪物が現れたからな。敵対者も存在しない今、彼は天国の門へと到達するだろう。その先に何があるか、何を選ぶのか、そこまではわからないがね。だが東京バベル自体を崩壊させるわけにはいかない。彼と約束したからな。そこで君の力が必要になってくる。力？やだな、アスタロトさん。私には力なんか。そう、それだよ。君の瞳は断ち切られた未来を見つけることができる唯一の存在だ。あ、そんな大したものじゃないですよ。迷ったよ。このままこの東京バベルごと心中するか、単独で死ぬか、全員を巻き込んで死ぬか。
それともこういうのはどうだろう。未来に東京バベルを移管する。秩序を再構築し、人間たちは永遠の巡礼に挑み続ける。それでこそ彼との約束を守れるというものだ。違うかね。さあ、くぐつ空見、俺には君の瞳が必要だ。未来を指し示しなさい。俺がその未来を支配するのだから。なるほどね。まったくひでえことを考えたもんだ。何？君か。アイナ、俺だぜ。ベリアル貴様。黙ってろ、地獄の大宰相。っていうか、そこで怒るの筋違いじゃね。怒っていいのはな、俺の方だろうが。え？何を怒るのかね。いやいや、おとぼけは今更なしだろう、アスタロト。職権乱用はいつの世もよろしくないぜ。なるほど、確かにその通り。だがベリアル、言い訳をさせてくれないかね。させないさ。てめえは破綻した。あのゲテルみたく、知りすぎて考えすぎて壊れちまったんだろう。俺は壊れてなどないさ。壊れてるやつはみんなそう言うな。東京バベルは俺が守らなければならない。今までも、そしてこれからもだ。ああ、やはりか。お前分かっているな。自分の言葉が矛盾に満ちたものだと理解してなお続けようとしているな。いかにもそうだ。俺とてバカではない。俺のこだわりなど何の意味もないことは知っているさ。あのどういうことですか。どういうこともそういうこともだな。こいつはな、まともなんだよ。別に壊れた頭でそういうことを考え実行に移したわけじゃない。理性的に思考して、論理的に全てを切り捨て、覚悟の上で命を失おうとしている。そうだな。まあその通りだ。俺はね、自分がやったこととやろうとしていること、それらの過程や結果でどれほどの命が失われ、世界が滅ぶかなど理解しているさ。はあ、壊れてしまえばいっそ楽だったろうに。途中で失敗してしまえば、破綻してしまえば、こうはならなかったろうな。なあベリアルよ、理性的で論理的に生きるというのはいささか辛いものがあるな。まあな、数千年を生きる俺たちにとってはなおさらだ。悪魔という役割を忘れぬために、俺は論理的にあの天使を騙し排除した。その過程で友となり、
友として約束を交わした。口頭だ。契約書を交わしたわけではない。しかしどうしてか守りたかった。彼との約束をただひたすら遵守したかった。もし俺が論理的ではないというならばそれだけだ。論理も理性も踏み越えた先に存在した彼との約束、それは俺にとって絶対的だ。理解しがたい衝動の塊、俺はそれに突き動かされていた。だから俺を止めないでくれ。俺はまだ諦めん。必ず東京バベルを再興してみせる。諦めろアスタロト。未来に東京バベルなんざ必要ないんだ。罪は全て洗い流された。それでもだ。それでもか。構える。もう少しさっきは抑え込んだ方がいいと思うのだがね。抑えようが抑えまいが、お前の頭を狙うにはこの距離まで近づくしかなく、近づいた時点で俺に気づいたろうさ。絶対正義を遵守するカマエル、そして無価値なるものベリアルか。俺とルキフグスが相手するには少々荷が重いようだ。降伏してくれるとありがたいな。命を救ってくれるのかね。いや、確実に撃てるからな。ではこうしよう。我々もジョーカーの切り出し時だ。なんだ。出番だ、グリエル。やる。殺してやる。誰も彼も怒りやがって。殺してやるぞ、秋葉ともめ。何をした、アスタロト。面白い死に損ないを拾ったものでね、いろいろといじくってみたらこのざまというわけだよ。今の彼は世界すべてが敵に回っている。貴様、ウリエル、その少女は聖母マリアだ。魔に囚われようとしているぞ。助けなくていいのか。え？ご無事だったのですね。今お救いいたします、聖母マリアよ。なんという奇跡でしょう。なんという喜びでしょうか。ウリエル、違う。彼女は聖母などでは。邪魔だってするな。あなたがただいるだけで世界は光に満ちる。あなたさえいてくれれば。こいつは役位。逃げろソラミ。お前のことを完全にマリアだと思い込まされている。逃げるって言ったってやろう。ベリアル、
感動の再会を邪魔してはいけない。君もだ、ラジエル。マリアよ、お会いしとうございました。あなたさえいてくれれば、大聖人の復活はなる。再びあの平和を取り戻すことも決して夢ではない。叶った、僕の願いは叶った。彼の目にはもう現実は見えていない。見ているのはかつてのアルカディアだけだろうさ。アスタロト、貴様、貴様。それでは一足お先に失礼するよ、ルキフグス。しまっ。了解いたしました、我が主リュクスフィニョ。このクソジジイが。音も闇に溶かして消す。あのじいさんも大概デタラメだな。配下に命令させて、すぐに周囲一帯を捜索する。ベリアル、お前はアスタロトに付き従っていた連中を抑えてくれるか。ああ、めんどっちいな。くそ、やらなきゃしゃあねえか。にしてもだ、アスタロトが気になることを言ってたな。クグツソラミだけが未来の世界への扉を見つける唯一の存在だとかなんとか。未来、ソラミの持つゲテルの瞳、あれが未来への鍵なのかな。ああ、もしそれが本当だとしたらようやく理解できた。この世界は未来とつながっていない。昨日と同じ今日、今日と同じ明日、それが文字通りの真実になっている。未来が訪れない世界は滅びるかとどまるかの二択しかない。クグツソラミだけがこの現実と未来をつなぐ可能性を秘めているということだな。まあ、どうでもいいといえばどうでもいい。おい、そういうことは私にとってあまり関係ない。救いたいから救う、友達だからまあちょっと死ぬ気で頑張って救う、ただそれだけ。というわけで私は独自行動を取らせてもらう。ソラミを探す、ウリエルの手から救い出す。まあそれでもいいさ。ソラミを助けて未来の扉を開く。話はそれからだ。わかった。待て待て、居場所がどこかわかるのか。当てはない。だが探さないでとどまるわけにもいかないだろう。ウリエルに遭遇したら俺を呼べ。俺が決着をつける。つけなきゃならんのだ。了解。じゃあちょっと行ってくる。
あいつののんきさを見ていると切迫していた自分がバカらしくなるな。同意見だ。それじゃ俺も行くわ。パンドラもこれにて閉鎖か。そうだろうな。終わってみればここもありきたりの日常だった。おいおい、まだ終わってないからな。空見のジョーちゃんを助けてウリエルをぶっ飛ばして未来への扉を開いて新しい世界に行く。そこまでやって初めて終わったと言えるだろうよ。少し気が抜けたらしい。すまんな。ま、肩の力が抜けるくらいがちょうどいいだろうさ。じゃあ俺も行くぜ。幕を引くのは俺であるべきだろうな。届くことを無双すらしていなかったでしょ。あなたがやった行為は正真正銘の時間稼ぎに過ぎない。哀れね。はっ、なめるな我が母よ。その時間稼ぎこそが心底から重要だったのだ。あの人間はいつかまた貴様の前に現れる。そうかもしれないわね。ああ、世の中本当にままならないわ。母よ、死ぬ前に聞かせろ。世界を召してどうするつもりだ。決まってるわ。この世界で神となるのよ。この世界で人類を滅ぼし、天使も悪魔も滅ぼし、私はただ私の眷属と共にこの世界を回していく。それだけよ。それ以外には何もないわ。それは リヴァイアさん、あなたいつ死ぬの？そうさな。あと5分といったところか。それがどうした？あら、息子の死に様を見とるのは母として当然の義務でしょ。なるほどな。ではさらばだ。今今しい我が母よ。
聖母よ、何かお望みは？いいえ、何も必要ありません。ウリエル？はっ。どうしてここにいなければならないのですか？危険だからです。御身は神の子を産む聖母、この壊れた世界で唯一無二の希望ゆえに。ラジエルやカマエルは？彼らは壊れた、壊れてしまった。無理からぬことです。すがりつくべき神がお隠れになった今、何をしていいのかわからないのでしょう。ウリエルはわかるの？わかりますとも。この僕が神の子を育てます。彼は大聖人となり、新たなる神としてこの世界を浄化してくれるはず。メギドの炎によってこの世界は浄化され、新しい世界で古き世界を塗りつぶしてくれるでしょう。古き世界の者たちに慈悲を与えるわけにはいかないのですか？慈悲深き者を神は愛します。慈悲だって、そんなものくれてやる必要あるものか。今この世界に存在するのは罪人、悪魔、そして落ちた天使どもに他ならないんだ。僕だけがただ一人正気なんだ。申し訳ありません、取り乱しました。いいえ、あなたが私のことを思ってくれているのはよく理解できましたから。聖母よ、感謝します。ですがお忘れにならないでください。この世界にいる者たちはあなたへの感謝を忘れた者たち。慈悲をかける必要など一切ありません。ただただ僕が撃滅させるのみです。わかりました。ウリエル、これからどうするのですか？ひとまずはここで休憩を取った後、この東京バベルを踏破していただきます。何、聖母であるあなたならば問題ないでしょう。わかりました。ともあれ、今はしばらく休みましょう。はい、では僕はこの周囲を見回っています。何か用向きがあればお呼びください。それにしても、
刹那だよね。ここが天国か。難敵だったのは第六階層のアナフィエルくらいでしたか。終わってしまえばアダムにとっては他愛ないものでしたね。そうだな。もしかしたら別の何かを見出せると思ったのだが、所詮俺はただの生贄でしかないらしい。見届けます。遅かったわね。お前は？お姉様。イブ、もう隠さなくてもいいわ。このティアマットリリスに願い事を打ち明けてみなさい。イブ、彼女は敵か味方か。あら、アダム、あなた私が敵かどうかもわからない？敵だろうなとは思っている。できれば念のために確認を取っておきたい。お前はイブの姉だったのだろう。死なさい。私は味方よ。少なくともイブと目的を同じくしているのは間違いない。目的？まあその目的の中身はどうでもいいわ。イブ、私の話に乗る？乗ったところで私にメリットがあると？じゃあここで無駄に争ってみる？私は結果だけを求めている。あなたはどう？結果だけでなく過程も欲しいでしょ。それはどうする？イブ、私の手を取る？振り払う？私に任せてくれるのですか？ええ、私は決して手出ししないわ。ならば構いません。
ふん。敵でないなら何よりだ。アダム、お願いがあります。なんだ。世界を滅ぼしてください。ふん。世界とはこの天国、東京バベル全てをか。はい、全てをです。わかった。お前がそう言うのならば滅ぼそう。必要があるのかしら。お姉様は黙っていてください。なら黙っておくわ。愛されるって素敵ね。愛は難しくて俺にはよくわからんな。よくわからないが、悲しそうだったからな。夫婦だから当たり前だろ。私はあなたに慰めてもらおうなどと言ってません。だが、妻が落ち込んでいたならば、夫としては慰めるという結論に至って当然だろうと思うのだが。すまない、間違っていたか。嫌がっていたのではないのか。違います。ごめんなさい、アダム。ただ少しだけ驚いたのです。そうか、驚かせたか。アダム、もしですけれど、あなたが私の操る人形にしか過ぎないと言えば怒りますか。ありえない言葉というのは、怒る怒らない以前の存在だろう。場所でこんなことを頼むのは本当に良くないことですし、突飛だと自分でも思うのです。何が望みだ。私と踊ってくださいませ。一応言っておくが、踊りはわからん。私がお教えします。と言いましても、私も素人ですけれど。
簡単簡単。カマエル、第三階層水道橋まで来てほしい。見つけたか。ドームが炎の海に包まれている。そんなことができるのはウリエルくらいのものだろう。よし、お前はそのまま待機しろ。この階層に必要なものは闇と炎のみである。ラージュ、お前の英知は不要だろうな。ふむ、それは困る。本が読みにくいし。ならば本なき世界へと引きずり込んでくれ。ならば光ある世界へと叩き込んであげよう。ユクスフィンユ。起動、メアリヒト。やりよ。ルキフグス、何度も言うが、私は文系で文系だ。戦うのは不得極まりない。もっとも、負けるのが得意だと言ったわけだ。空間属性状態変更、土レベル4。潰れて消えてしまえ。空間属性追加、ソロネ。手応えはあった。手応えがあったな、ラジ。経験も能力も信念すらもただ足りぬ。立ち去れラジエ。貴様は舞台に立つ資格すらない。欲しいことになってきたもの。立ち去れ悪魔ども。ここは我が聖母マリアの住処なるぞ。立ち去らないなら灰も残さず殺してやる。わお、直情的。やれ。敵か。ならば容赦はせぬ。このウリエルが神罰を執行する。
ルキフルス、彼はお前たちのせいでああなったのだ。操っているなら操っているで何とかしろ。いやいや、これはもう私の手には負えない。同じ天使の意識でせいぜい殺し合うんだ。何？待て、お前どこかで見た記憶か。そうだ、思い出した。神の秘密を何もつむラジエル。そうだ、それがどうかしたか。よくも僕の前に顔を出せたな、天使の面汚し裏切り者め。何もかも貴様の責任なのに、どうしてお前が生きている。どうしてだ。簡単なことじゃないか。あなたが何を言っているのか私にはよくわからない。もしかすると私が何かをあなたにしたのかもしれない。私の喪失した記憶に何かがあるのかもしれない。でも今はそんなことどうでもいい。クグツソラミを助ける、今はただそれだけだ。あなたなどと争っている暇などない。あなたが言う聖母マリアとやらは私の友人、速やかに彼女を返却してもらおう。貴様、我々は暗い海の底にあって途方もない絶望に押しつぶされそうだ。夜を滑る月と星は消え、闇が世界を覆っている。生の根を絶やそう。高慢なものをことごと我が水をもって何時は罰せられる。
このようには攻撃力は何に等しい。あったかどうか、あなたを見つけるほどの威力を私は作り出せる。ああ、ウリエルには分かるだろう。今あなたは決定的に窮地だ。なめるな、ラジエル。四大天使であり、前線で戦い続けた僕が、貴様ごときに。私も戦うことだよ。させるかよ。近づかないで。近づかないで。何？分かっていたんでしょ。薄々理解していたんでしょ。私は聖母マリアなんかじゃない。違う、お前、いや、あなたは嘘をつかないで。フリエル、あなたはただ単にすがろうとしているだけ。何もかもに絶望しているから、目を背けているだけ。どうしてそんなこと。聖母なんていない、もういないの、
ウリエル。だから私はあなたを救えない。そうか、君は、お前は聖母マリアじゃないのか。そう。ねえウリエル、私たちのことは放っておいて。空見無駄よ。ならばお前はトガ人だ。我は罰する者、神罰代行者。我が怒りは神の怒り、お前の罰は残酷な死によってしか償えない。もしそれを拒絶するならば、この僕が直々に。サマエル、貴様、構える。分かっていたの？あ、うん、なんか見えた。あれ？ラシエル、どうしたの？何でもないよ、サラミ。とりあえずカマエルとウリエルの戦いに巻き込まれたくない。さっさと逃げよう。そうだね。させるか。ウリエル、久しいな。あまり会いたくはなかったが、会ってしまった以上は仕方ないか。赤い四大天使たる僕に反逆する気か。それは罪になるとでも言いたいのか。ああそうだ、そうだと。貴様が罪と言うならそうなのだろうさ。だがなウリア、俺には大義がある。未来をつかむ、人間を救うという、これ以上ないことの大義がな。はあ、言うにこと書いて救うときたか。人間は救うに値しない。そのことをお前だってよく分かっているだろうに。その通りだな、人間は救うに値しない。なら、なあウリエル、救うだの救わないだの、そもそもそういう次元の話じゃないんだ今は。俺たちは同じなんだ。人間と同じ、神に見放されたというだけで右往左往するだけの、ただの天使に過ぎない。俺たちはもう導く側じゃなくなったんだ。昔はそうだ、今は違うんだ。人間は救うに値しない。俺たちは救えないからだ。だがそれでいい、それでいいんだウリア、お前も受け入れろ。うぜ、消える。なあ、お前はとうに壊れている。破綻している。畜生。
よりによってお前と殺し合う羽目になるとは、ままならない世界だ。ああ、そういうことか。シュール・タルタロス！なあウリエル、天国にいた頃から貴様は気に食わなかったよ。そりゃ奇遇だな。僕もお前をぶち殺したくてうずうずしてたさ。ラジエル、この階層からすぐに離れろ。わかった。行こう、サラミ。うん。ラジエル。お前に任せる。行け行け行け、行っちまえ。なら、お前を殺してゆっくり追跡するだけだ。できるものならな。ちぃ、シビラの我が罰は六発の銃弾となりて、敵をうがつ。まだまだ！物足りないな、カマエル。だからさ、お前は人間みたいに頭が潰れた程度で死ぬなよ！遅えよ。でいい。届け。
何？どいつもこいつも僕の邪魔をしやがって！殺してやる！絶対に殺してやる！お前も天使も人間も悪魔も何もかもだ！畜生、こっちは一方的に痛手を負わせられただけかよ。あいつを殺せるのは多分俺だけだろうな。いいだろう、とことんまで付き合ってやるさ。天使長、お願いします、すぐに。なんだ？パンドラが陥落しました！は？ですから、パンドラが帰還したアダムの手によって陥落させられました！何をやっているのか分かっているのか。無論だ、名もなき天使よ。俺は正気でこのパンドラを滅ぼそうとしている。ソラ、止めたければ止めてみろ。人間ごときが。それがあなたの本心なのね、イブ。お前もか。ええ、これは私の望み、私の希望、私の夢だった。さようなら皆様、次は天国ではもう会えません。では、永遠にさようなら、皆様。校長室と生徒会室には誰もいませんでしたし、あとは図書館くらいのものですか。うん。では、図書館に行くか。ええ。本という本、記録という記録、夢という夢を燃やし尽くしましょう。あら、うん、来たか。来たな。他の皆様は？もういない。誰も彼もこの場を捨てた。持ち出せるだけの本は持ち出した。それでも海を手で救うようなものでしかないが。本がお前たちの全てだと聞いていたが。確かにその通りだが、時にそれを捨て去らなければならないことも
我々はよく理解している。時に天使も本を書き、悪魔も本を書くこともあろう。だが見るがいい、この真実無限の本の海、この一粒一粒は全て人間が書いたものだ。詰まるところ、人がいれば、文字を覚えていれば、先代のことを知れば、それで本は増える。ならば本が残されたところで問題ない。名残惜しい、そんな気持ちは確かにあるが。そう、残念ね。私たちが全てを滅ぼすわ。本はもう二度と書かれることはない。果たしてそれが叶うかどうか。イブ、お前はパンドラを打ち滅ぼし、天使も悪魔も人間も滅ぼそうというのだろう。いいえ、天使も悪魔も人間も自分もです。そうか、これは悪魔としての勘だ。話半分として聞け。伺いましょう。お前の願いは聞き届けられない。アダム、イブ、お前たちを打ち滅ぼす者が間もなく眼前に立つだろう。それは興味深いな。心強い言葉に礼を言う。望むなら一瞬で済ませても構わないが。本と共に燃やせ。ためらうことなどない。行け、アダム、イブ、最後に残された場所へ向かえ。どうした？先ほどの言葉が気にかかってまして。私たちを打ち滅ぼす者、天道刹那だろう。どうして彼だと？勘？いや違うな、細胞だ。俺の細胞が囁いている。お前の宿敵がもうすぐここにやってくると。案ずるな。え？負けはしない。俺はあいつだけには負けない。そう決めている。そうですね。他の我々は無事に脱出できるといいのだ。そうだ、我々にはもうわからないこと。いや、しかしもったいない。だって
づいているか、ダンタル。我々はここまで本を揃え、管理し、守ってきたにもかかわらず。ああ、そうだな。我々は本を書いたことが。書いて。そうだ、書いてみよう。何を書こうか。小説だ。短編、いや、小編でもいい。難しいな。難しいな。楽しいな。ああ、とても楽しい。できた。こちらもだ。まずはパンドラに戻る。残しておくさらにラジアの仕事だ。それなんとなく僕を待っているものはよくない。まずはそこから始めなきゃ。リリスが通知していていいの？いいわけない。ないわ。少し考えて。何を策しているか。今の彼女は脅威つないだためああいう行動をとっている。おい、セツナ、あれを見ろ。リバイアさん。リバイアさん、この穴を開けたのはあいつなのか。いくらなんでも無理がないか。まあいい、この穴を抜けるぞ。うん、わかった。なんとまあ。第一階層銀座。その上に第二階層への穴がうがたれているとは。
ここから。ん、どうした刹那、ここから、ここから何がどうした。いや、何でもない。急ごう、パンドラに向かわなくては。位置を見てみる。水が出てる。地獄の門がある第7階層はともかくとして、第6階層以降、言ってしまえば別次元の世界だ。水は流れず、この新宿を水没させるだけで済むだろう。意識に願うだけで世界の状態を塗り替える攻撃があったとして、君ならそれにどう対処する。なんだそれは。無意識ということはタイムラグはほぼなしなのだろう。世界を塗り替えるということは、極端な話、自分が殺された世界にされてもおかしくないということだ。無理、対処なく当たらぬようにと祈るしかない。せめて可視的な攻撃であれば、まだしもかわすという選択肢がないでもないが。難しいことを聞くの刹那、対処法など我々が教えてもらいたい。そうだ。では海に突撃するぞ。カマエルは行方不明、パンドラはアダムさんが壊しちゃった。逃亡したアスタロトはどこかで策を弄しているのだろう。さて、ここで問題が一つ。我々はどこに行けばいい？答えてくれないか。ベイアル。俺に聞くな。今考えてんだからよ。ともかく、俺たちが行くべき世界はもう決まってら。未来ですか。はい、正解。アスタロトの言葉が正しければ、この現実はもう終わって過去になるしかない。
それは一種のギャンブルに他ならない。一切の過去が存在しない無色透明の世界、それがどういうことかわかるか？わかっている。一から世界を作り出さなければならない。無から有を生み出さなければならない。そういうことだろう。その通り。それはつまり俺たちが絶対に足を踏み入れようとしなかった行為だ。そして我々はこの現実に存在するはずのあのお方を見捨てることになる。考えろ。未練があるなら残るしかない。だが未練を捨てなければ待っているのはこの世の破滅だ。さあどうするね、お前たち。かなって思って。それは未来は未来が怖いなんて当たり前じゃないですか。確かにその通りではある。怖いから行かないだなんて子供じゃあるまいし。なら空見、あなたは未来に行くの？うん、私はもう決めた。ゲテルが本当に望んでいたのはきっとこれだと思うから。そう、誰かを未来に導く、未来へとつなぐ、それが私のレゾンデートルなんだ。なら仕方ない。友人の私もついていこう。仕方ないで決めちゃっていいの？いいんだよ。うん、まあ過去はなくとも記録はある。ならばゼロからというわけではないか。無論今まで以上の苦難が予想されるが、座して死を待つよりははるかにマシだろう。というわけで我らダンタリオン、クグツソラミが導く未来へと同行させてもらおう。あ、はい、よろしく。さて、どうするね、お前さんたち。うわ、ちょっと待って。いや、頭下げられても困りますですがよ。錯乱しなくていい。いや、だって
あなたに頼らなくては我々は未来にたどり着くこともできないのだから仕方ない。ま、頼むぜ、クグツ君。おめえさんにすべてかかってるから、すべて。ぐわぁ、プレッシャーかけるのやめれ。しかもわざとらしく。さて、ではソラミ、我々はどこに向かえば未来にたどり着けるのだろう。え、あ、天国に行かなきゃいけない。なんで結局そうしなきゃなんねえのか。コーラスや支配者が不安だが、行くしかないか。大丈夫じゃないかな。どういうこと？ああ、うん、ごめん、なんとなく、なんとなくなだけ。パンドラに到着したぞ。ひどいマリサ、一体何が起こったのだ。屋上に向かってくれ。ケルベロス、少し離れていてくれ。巻き込むかもしれないからな。了解した。久しぶりというほどでもないか。何かを語る必要があるだろうか。ない。このパンドラを崩壊させたのは君たちだろう。そして僕の抹殺を願っているのだろう。ならば話はすでにその時点で終わっている。わかりやすくて何よりだ。俺とお前は多分呪わしいほどの祝宴があるのだろう。そうだろうな。おそらくあるんだろうな。だがこうして相対するとわかる。そんなことは全くどうでもいい。俺はただ ああそうだな。たとえ君が兄弟であったとしてもどうでもいい。僕はただお前と戦いたいだけだ。
それがその剣だけの東方というわけか。いでよ暴食。浅はかだな、天道刹那。七つの大罪など人間の俺はとうに背負っている。まさかこれが奥の手だとは言わんよな。俺にも、そしてお前にもまだ先がある。そうだな。何の真似だ。もう必要ないと思っただけだ。それは、いや、いずれにせよ今の天道刹那に棒切れを振り回したところで何にもならん。すごい拳でこの威力か。飛ぶかと思ったよ。できれば吹き飛んでくれるとありがたい。殴り合いは俺の勝ちだ。不服か。いいや、武器が強かったからと言い訳にされても困る。僕がそんな真似すると思うか。するさ。俺はお前と戦うならする。ああ、するだろうな。とはいえ、ないものねだりをしても仕方ない。技と術理と心で補うとしよう。心？ああ、俺はイブのために生きて、イブのために死ぬ。
それが俺の真のレゾンデートルだ。彼女が望んだから世界を滅ぼすのか。そうだ、イブが望むなら、彼女がそう願うなら、人間も天使も悪魔も世界も滅ぼしてやるさ。天道刹那、聞かせろ、お前は何のために生きている。お前の過去は知っている。罪を償うためか。世界を救うためか。誰かを愛するがゆえか。生きる理由はないのか。もし存在しないというのならば、お前の敗北は必然だ。わからない、わからないよ、アダム。僕には生きる理由がわからない。そうか、ならば。そう、さして大きな理由があって生きているわけじゃない。ただリリスに会いたい、ただお前を倒したい、ただ世界を救いたい。全てやりたいことだらけなんだ、僕にとっては。待って、天道刹那、それはレゾンデートルじゃない。世界を救うなら話は分かります。でもアダムを倒すことやお姉様に会うことが、それと遠かなのですか。考えても考えても結論としてはそうなる。僕は多分リリスと世界を遠かに考えている。君がイブと世界を天秤にかけ、イブを取ったように、僕は全てを遠かに考えている。天道刹那、俺はお前がおぞましく、そして憎い。実を言うと、僕もかつて君が憎かった。うん。だが憎悪されて初めて理解した。君は僕を憎悪してくれるただ一人の存在なのだと。君は憎に愛しい我が恩敵アダム、殺し合おう。今はただそれだけで十分だ。上等だ。あれは違う。
うでした。私はとうにあなたを奪っていた。なめんじゃねアダム、僕はお前が憎かった。何が理由なのか、何が僕をかきたてるのか、全くわからないまま、ただ憎かった。今はもうそれほど憎くはない。お前は僕だった。僕だったんだから。イブ、話せ、イブ。もういいです。もういいとはなんだ。俺はまだお前の願いを。あなたはくだらない私のくだらない願いを叶えようとしてくれた。だからもういいんです。ならやめるのか。この世界はもう終わり。ならばそれで私の宿願は叶った。私を縛り付けていた全てが消えました。
では俺はどうすればいい？自由に、ただそれだけです。自由はわからん。ごめんなさい。だが自由で全てが許されるというのならば、俺はお前のそばにいてもいいのだろうか。俺には何もない。あの男への憎悪を除けばお前以外には何もない。その憎悪もたった今どこかに消えた。だから俺にはお前しかいないんだ。教えてくれイブ。もし俺が自由だというのならば、俺はお前のそばにいていいのか。すまない、泣かせるつもりはなかった。お前がそれほど嫌だとは。違います、違います、違います、違います。ずっとずっとあなたにそばにいてほしい。ならば双方の願いは一致するか。ええ、夫婦ですから。返さずともよい。その赤龍の心臓はお前に譲る。勝利への報酬だと思ってくれればいい。だが、これがなければお前は死ぬだろう。打ち砕かれればな。だが勝利者がお前である以上、俺はお前にそれを捧げなければならない。使わせてもらうぞ。その武器の名はエリュトロン・カルディア。使え、そしてあがくがいい。俺はもう何もいらない。何言っていいか全然わかんない。頑張れなんて
ありきたりすぎだし。まあまあ落ち着いて。刹那、私の友達を助けてあげて。ああ、助けるよ。絶対に。助けてみせる。刹那！あら、まあ。いい、刹那。待ってるからね。さよならなんて言わない。ずっと、ずっと待ってるから。ああ、うん。キスしたから、約束で、呪いで、おまじないだから、だから絶対にまた会おうね。ありがとう、サラミ。さて、一人になったか。何もかもが退場した。この舞台には僕と君の二人だけ。あとは単なる書き割りに過ぎない。どうした？それで終わりってわけじゃないだろ、ウリエル！ざけんじゃねえぞ、この赤野郎が！ちって、果てろ！
あら、人たち浴びせたくらいで私がどうにかなるとでも？ならないだろうな。君は無敵だ。この世に並ぶものなき存在だ。僕は君に勝てない。そうね、あなたのレゾンデートル、不条理の断崖ですら私には届かない。でも仕方ないでしょ。今やこの世界の神は私ただ一人、正真正銘唯一の神なんだから。リリス、先ほど君が種明かしをしたときにすでに結論は出ていた。そう、人は神を希望する。僕の執事を忘れたか、リリス。神になろうとして逃げた人間だ。僕の記憶、僕の魂には100億の憎悪が詰まっている。レゾンデートル、起動。不条理への反逆として我が受けた憎悪と希望をここに具現化して指し示す。100億の夢、100億の野望、100億の希望、100億の憎悪、100億の呪い、100億の悲哀。これは、受け止めてみせろ、ティアマット。神足らんとするならこれらをすべて受け止めろ。すべてから目をそらすな。リリス、これが僕の解決策、最終手段だ。僕は僕の全てを、おぞましくてずっと隠していたものすら使い果たした。それでも僕は君に戻ってきてほしい。僕は幸せになりたい。君と一緒に幸せになりたいんだ。せつな。来い、リリス。せつな。
ティアマット、それはお前が背負ってくれ。リリス、せつな。僕は今からティアマットを殺害する。何か反論は？瞬きするほどのひととき、いい夢を見たわ。世界の中心、天井の存在となったといういい夢を彼女は見た。終わらせなさい。この世界にただ一人残った人間であるあなたのみがその資格を持っている。了解した。すべてを終わらせる。無様ね。なんたる無様、愚かしさ。人の持つ恐ろしさを理解していながら、眼前の彼がいかなる執事かを忘れていた。もういいでしょう、ティアマット。あなたの願いは見事に叶った。叶いすぎた。神殺しを成し遂げて神となり、神として人に殺害された。あなたにお似合いね。そして望んだ結末でしょう。100億の希望、100億の憎悪と共に沈みなさい。それでも神になろうとするならば、その100億の希望を全て抱え込んであげて、さもなければそこに存在する誰もが救われないの。ティアマット、あなたが救うしか。君なら僕がそうすることくらいは予想ついていたと思ったが。諦めてくれるとそう思ってたわ。そうだな。諦めて未来に行けば君が救われたかもしれない。そうよ。世界を破壊し、世界を支配し、世界を救った英雄として名を馳せる予定だったのよ。それは
計画を台無しにして悪かったな。ちょっとばかり気になる。結構そうだな。守れなかったわね。守ったよ、君は。この世界じゃない、別の世界の空。そうね、そうだといいんだけどね。あなたと同じ、私も自分の命に価値など見出していなかった。私は所詮幻でしかない。だから使い潰されてもいいんじゃないかって。そうか。あなたを見出したのも多分それが原因ね。私と同じだった。使い潰されることをただひたすらに望んでいた。私の望みは叶い、あなたの望みも叶ったのでしょ。でも私たちは互いに生きてほしいと願った。それはもう叶えられることがない。そうだな。僕は君に生きててほしかった。そのためならこの命を懸けても惜しくはなかった。私はあなたに生きていてほしかった。そのためならこの命を捧げてもいいと思った。なんて皮肉。互いに最良を望んだがゆえに最悪の結果をここに出しているなんてね。成功した。成功したみたいですね。では我々も二人を未来へとつなぐ階段を。これはヤコブのはしご。さあ走りなさい。ここまで来て間に合わないなんて許しませんよ。いってらっしゃい、刹那さん。リリスをよろしく。
この話すな。分かってる。リリス。力を失って、記憶も、抱いた感情すらも失って。ねえ、どうしてそれでも、ここにたどり着くことができたの？少なくとも、あなたはそう生きるべき。
私は見ていた。生まれ落ちたあなたたちをずっと見ていた。違う場所からずっと見ていた。手を加えたかったけど我慢した。だってそれはきっとあなたたちが成したことへの冒涜だと思ったから。あのね、もしその人に出会った後私たちのことを覚えていたらいつでも呼んでね。待ってるから。ずっと待ってるから。そうしたら4人で一緒に遊ぼうね。そこに行って。あの人が待ってる。いらっしゃい。私があなたを。こんにちは。あ。
たは大事なものと向かい合わなくてはならない。でも恥じることはない。私は知っている、あなたが懸命に生きていることを。そうだから、恥ずかしがることなく抱いた劇場の夢に喜びを分かち合えばいい。それが私たちの望みだから。ねえ、生きてる？ああ、生きてるよ。約束は覚えてる？覚えているさ。互いに相手より早く生きる意味を見つける、そういう約束だった。そう。ねえ、あなたは何のために生きているのかしら？僕は何のために生きてきたんだろう。楽しむため、戦うため、笑うため、悲しむため、歩くため、生きるため。全部正解で、全部まごうことなき真実だ。それでも今日この日この時この場所でのみ生きる理由はただ一つ。君に出会うために生きてきた。振り返る。そこには泣きながら微笑む少女の姿がある。到着ね。私もあなたに会うために生きてきた。ただいま、刹那。多分僕も泣きながら笑っているだろう。おかえり、リリス。きたふうな口ぶりで言われるのもなんだかね、嬉しくなってきたよ。
さて、再会しよう。君と僕の、そして愛すべき仲間たちとの、他愛もないお話を。